あなたと戦うことになるなんて。でも不思議ね、あなたと戦うのちょっと楽しみにしてる自分もいるの。あ、イルちゃんも？実は私もなんだ。そっか、そうよね。フィリス、聞きなさい。私はあなたのこと大切な友達だと思ってる。でもそれ以上に絶対に負けたくないライバルだとも思ってるわ。だから私は手加減なんてしない。うん、私もイルちゃんには負けたくない。それでいいわ。そうじゃないとつまらないもの。それじゃあ行くよイルちゃん。ええ、かかってらっしゃいフィリス。イルちゃん、勝負だよ。お互いに武器を収めなさい。負けちゃった。ああ、悔しいな、もう。あれ？でも笑ってるけど。そりゃ全力を出して負けたんだもの。悔しくはあるけど、なんだか清々しい気分だわ。互いの健闘を称え合うってやつ。はい、おめでとうフィリス。あなたとっても強かったわ。ありがとうイルちゃん。イルちゃんこそとっても強かったよ。さて、私に勝ったってことは次の相手がいるのよね。次は多分。何不安そうな顔してるのよ。ほら、もっと胸を張って。あなたは私に勝ったんだから、誰が相手だろうと次も勝たないとダメなんだからね。うん、分かった。それでよし、それじゃ頑張りなさいよ。では次の組み合わせを発表しますわ。ちなみにこれが最終戦ですわよ。最終戦の組み合わせはフィリス・ミストルート対ソフィー・ノイエン・ミュラー。やっぱり最後の相手は先生。それではまた準備の時間を取りますわ。準備が終わり次第位置についてくださいな。先生。なんかちょっと変な気分。ちょっと前まで私が錬金術を教えてたのに、もう同じ場所に立ってるんだなって。頑張ったねフィリスちゃん。先生のおかげです。
先生が錬金術を教えてくれたから、私は夢だったお外を旅してここまで来られた。だから先生、私の全部見てください。ここまで私が学んできたこと全部先生にぶつけてみせます。そっか、なら私も本気で行くね。じゃないとフィリスちゃんに失礼になっちゃうから。はい、行きます。先生、先生行きます。これが私の、はい、うん、自分で使おうっと。これが私の、ちょっとちょっとちょっと、これが錬金術。ここは一気に。
のプレゼント。私の勝ち！